久保さん、どこ行っちゃったんですかね。まあ、生きてるのか死んでるのかちょっとわかんないですけども。まあ、おそらく、おそらくというか、まあ、一つ言えることは、その、7年か8年前ですか久保さんとご縁というか、まあ、あの、久保さんが顧客ですよね。山口さんの多分一番最初のあの、10時間パックみたいな。10時間でスマホ作れるみたいな。最速最速スマホなんとかプログラムですよね。多分あれを買ったのが始まりだと思うんですけど。 まああれからね、もう多分、ショート経ってますけど、うん。まあ多分、あれからはずっと何かをやり続けてる人、ネットで稼ぐっていう、思って、教材を買ってずっと何かを続けてる人は、多分、めちゃくちゃ少ないと思いますね。うん。で、あの、僕と久保さんは逆に言うと、これだけ続けてるのもめちゃくちゃ少ないと思います。やめて、ああね、なんだ あの、やめてる人は多いし、続けてない人も多いし、でも続けてる人はほんの一部であるということですね。でこれがまあ、すべてじゃないですかね。その、やっぱ成功できる、成功、だからタイトルは成功できる人は1%は事実であると。だ1%の人しか続けないので、だからそ成功する人1%ですよね。続けないで成功って難しいんで。まあ、明日いきなり成功できるかっていうと無理じゃないですか。 明日いきなり1000万稼げるとかね。明日いきなり1億円とか。まあ、宝くじだとわかんないけども。ビジネスでね。明日、じゃあ、明日企業、登記簿、登本出すじゃないですか。で、いきなりなんか100億円売上が上がるとか絶対無理なんで。無理ですよね。久保さん、できます。まあ、できる人いんのかな。M&A の案件がもともとあってね。で、M&A をするために会社を作るとかだったら、ちょっとそれは別枠ですけど。<laughs> 無理ですよね。もうそもそもビジネスを成功させるまで続けないと成功ありえないので、で、続ける人がいないわけじゃないですか。だかつまり続ける人がいない。で一、一部の人しか続けない。だから1%である。まあ結局1%ですね。いってらっしゃい。